しい岐阜勝手に応援チャンネル登場ということで、お風呂上がり髪型が花形満豊弘です。あ、今日は、何するんでございましょう。ですね、もうすぐワールドカップの代表メンバーが発表されます。11月1日、はい、14時からだったかな。そうだね。なんでちょっと予想しちゃいましょうかと。はいはいはい。別に我々プロじゃないけど、まあ、プロじゃないけど、まあ、いろんなところでもう予想動画出てるじゃない。結構出てますね、ちょこちょこ。はい。で今10月23日ですよ。もう、はい、もうほんとすぐだよね。もうすぐですね。はいはいはい。で、はい、こっちでも予想しちゃおうと。はい、26人ですか。はいはいはい。まあ、ゴールキーパーからじゃあ、はい、いきます。はい。ゴールキーパーは権田修一選手、シュミット・ダニエル選手で、ここの2枚は硬いと思うんですよ。で3枚目どうするかってところで、川島は谷、ちょっと難しいところ。ただ私の予想は、あの今までのワールドカップ見たら2010年はサプライズで川口が入ってる。あ、第3ゴールキーパー、はい、1998年だったらベテラン枠だったら、小島伸幸。2002年は土井だったかな。だけどベテラン枠って言っても権田がもう30オーバーなんで、はいはいはい、でそこでもう一個30代のゴールキーパー使うかなって考えた時に、ちょっと谷選手はこれからの世代なんで、なのでワールドカップの空気感を体験させるっていう意味で谷選手を連れてくんじゃないかなと、はい、私はちょっと予想しています。じゃあ第3ゴールキーパーは谷と。はい、なるほど。権田、シュミット、谷。なるほど。いやでもな、ちょっとめっちゃ迷うんだよね。ここぞって時に川島って意外にこの緊急登板に強い。で怪我した時にこの 100% のパフォーマンスをまた出せるっていうところが強いじゃん。なるほど。この間の試合ね、使われなかったからね、アメリカ戦とベネズエラの時に。なので谷でいきましょう。なるほど。はい。酒井選手。はいはい。酒井宏樹。山根。センターバックは多分冨安、まあまあ、で吉田麻也、板倉、伊藤宏樹、谷口、はい、中山雄太と長友。長友はもうピッチ外のところの、なるほど、はい、うん、もう統率っていう意味でも前回の長谷部的なポジションみたいな、はいはいはい。ミッドフィルダーは、まあ、間違いなく先発入るのは、まあ、遠藤航選手ね、はい、森田選手ね、はいはい、田中碧、はい、この3枚はもう間違いなく核ですよ。まあまあ、あとは伊東純也、この選手がまあ中心でしょうなと。三笘、久保君も多分行くだろうと、うんうん、久保君はまあ先発で行こうが先発で行かなかろうが、まあこの選手の次の大会に向けての、はい、一枚と言ってもいいんでしょうね。だここ難しいのが、柴崎、原口どうしますって、実績十分なんですよ。だけどそこまあ絡める前に、まあ、でも入るとしたら堂安の方が先に入るとは思うんだけど、うんうんうん、ただ柴崎、原口の出来が、まあ、最近は柴崎はすごいいいけど、はい、ただ、まあ、ワールドカップ予選の時もそうだけどちょっと例のやつですか。例の、安定感がちょっと昔よりちょっとない。だもうそこがねちょっと気になるかなっていう。なるほど。まあ、ベストのパフォーマンスはやっぱめちゃくちゃうまいんだけど、まあもちろん、うん、堂安に出ます。鎌田、あ、はいはいはい、はい、鎌田ももうあの先発ですよ、ね、ここで世の中が気になってる大迫、森保監督、俺入れると思います。おお、大体の人入らない予想してるんですけど、J リーグ後半ちょっと大迫テンション上げてきてる。よかった、結果残してましたもんね。で森保監督の人柄的に待ってるよって感じしそうなの。大阪の代わりになる人が、まあ、上田綺世がね、はいはいはい、あのポジション割とこなしてたのはあるけど、数字っていう意味で言ったら出せたフォワードがいなかった。なるほど。ただこれに関しては俺めっちゃ言いたいんだけど、まあ古橋とかもそうだけど、
使い方だよねっていう、うんうん、だから選手に合わせたあのフォーメーションじゃなくて監督がフォーメーションありきの選手の当てはめ方しちゃったから、あ古橋とか前田大然が今一つ輝けない。なるほど。けどまあそれでここまで来ちゃったから、まあ当てはめんならもう大迫しかないんでしょうなと。なるほどね。いう意味で最後の最後にまあ大迫持ってくるんだろうなとちょっと僕は予想してます。なるほど、はい。もう一人フォワードが前田大然で、ここもちょっとサプライズだけど相馬。おお。この間の試合めっちゃ良かった相馬。はいはいはい。右伊藤左相馬でもいいぐらい。おお。で交代で三笘みたいなタイプ一緒なんだけど、うん、相馬は縦、三笘は中にグイっていくっていう、監督によっては同じタイプだからいらないよって言う人いるかもしれないけど、はいはい、この結構短期決戦だったらいいんじゃないかなっていう気がします。町のシュートです。南野外します。あらららら。これ理由は明確。何でしょう。チームでのパフォーマンスが上がらない。伊東純也とかはもう移籍してもこの移籍が正解だったっていうぐらいチームの中心になってますけど、はい、そうですね、南野は、まあ、リバプールでもまあカップ戦要員だったと、うんうん、まあ、それはまあしょうがない。でそっかモナコに移って、じゃあコンディション上げてくるかっていうところで逆に下げてしまってると。あの専門家の人もね割れてる。でトゥーリオチャンネルを見たら、ブラジルでやってるやつ、はい、あのスポンサーとかの兼ね合いで多分選ぶだろうみたいな。いやそれ言っちゃうんすかとか言ってた。あんまちょっとアンタッチャブルですけど、あそで、ね、もう触れてた。すごいなトゥーリオ。なんで南野はねもう代表今だったら入らないよって言ってたけどスポンサーとかうるさいんだろうからママ連れてくんだろうなって言ってた。すごいな。古橋、まあ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 そうですよね。はい。ただ古橋そのチャンスをねくれなかったっていうところを、はい、もっと上げてよっていう。森保監督はサプライズする監督じゃないかな。あの冒険しない人だと思う。森保監督はねちゃんとした中間管理職をできる人だと思う。あ、よくも悪くも、ね、よくも悪くも。そうなので、え、南野。なるほど、最後南野と。はい、やっぱあのトゥーリオの説得力。まあそうだよな。でもなんか今もうそっかと思っちゃったの。こんな感じの26人で、はい、もうワールドカップマジで近いからな。やば、もう楽しみな。4年に一度の祭りです。なので皆さんワールドカップ盛り上がりましょうということで、以上 FC 岐阜勝手に応援チャンネルでした。